変なことになりましたね。過激団対戦どうなるんだ。やっぱ中止なのか。どうだろうか。一体あの仮面の女は何者なんだ。ヤッシャ、そう言ってたわね。違う、そんな、そんな名前じゃない。サクラ、あれはあの人、神宮寺さくらさんです。神宮寺さくら。そうです、他者は神宮寺さくらさんです。あの姿、あの声、どう見たって神宮寺さくらさんじゃないですか。違いますわ、あれはさくらさんじゃありませんわ。一目見れば十分ですわ。絶対に違います。それにあの人は今帝都にはいません。玄都にいるのよ。玄都、それは一体どういうことなんですか、スミレさん。仕方ないですわね。話しましょう、二都作戦のことを。10年前に起こった高魔大戦、それは高魔王の復活をめぐる戦いでしたの。高魔王が復活すれば帝都は、世界は滅亡する。その危機に対して私たちはもう一つの帝都である玄都を作り出し、そこに高魔王を封印する計画を立てたの。それが二都作戦よ。帝都と玄都、なるほど、それで二都作戦なんですね。どうやってもう一つの帝都玄都を作り出したんですか。神技帝剣を使ったのよ。帝剣はその力で魔を封印する都玄都を生み出した。そんなことが。帝剣、まさに神技と呼ぶにふさわしい力ですね。でもそれには大きな犠牲が必要だった。帝剣の強大な力を引き出すには莫大な霊力が必要だったのよ。帝剣の軌道には帝都、パリ、ニューヨーク全歌劇団隊員の霊力が使われ、そして皆さんは玄都に一緒に封印されてしまった。そんな。二都作戦は成功し、高魔王は玄都に封印された。全歌劇団隊員と共にね。これが10年前に起きた事実よ。他に聞きたいことはあるかしら。帝剣は今どこにあるんですか。そんな危険な力野放しにはできません。スミレさん、わかりませんわ。封印の後亡くなってしまいましたの。どこかに再び出現しているのか、それとも力を使い果たして消滅したのか。そうですか。神宮寺さんたちは無事なんですか。そのまさか高魔王と一緒に封印されてるなんて。多分向こうで戦い続けている、そんな気がしますわ。絶対に命を諦めない人たちですもの。信じているんですね。もう一度あの方たちと共に舞台に立つまでは私も諦めませんわ。だとすると夜叉は何者なんでしょうか。先ほど話した通り、歌劇団の隊員は全員玄都に封印されていますの。だから絶対にさくらさんではありませんわ。
本当にそうだろうか。俺にはまだ判断がつかないな。最後にもう一つだけよろしいですか。何かしら。こんなことになって歌劇団大戦はどうなるんでしょうか。それについてはちょうど今からプレジデント G の発表があるそうよ。諸君、お待たせしてすまなかった。ここに改めて世界歌劇団大戦の開会を宣言し、一つ重大な決定を伝える。我々は今未曾有の危機に瀕している。しかしそれに負けることはできない。なぜなら我々は歌劇団だからだ。人々を守る剣であり盾だからだ。だが個々の力はあまりにも非力すぎる。今こそ我々は一致団結しなければならない。そのために歌劇団大戦のルールを変更する。一つ、競技ではなく命を懸けた実戦とする。一つ、敗北した歌劇団は即時解散。一つ、優勝した者が世界統一歌劇団の代表となる。弱き歌劇団は解散となり世界統一歌劇団に吸収される。唯一の強者が敗者を従え、最強の歌劇団が生まれるのだ。それが私の決定だ。以上。なんで歌劇団同士が戦わなくちゃならないんですか。本気の戦いってことだろ。納得いかねえぜ。歌劇団大戦がただ傷つけ合う場になるのなら私が参加する意味もないわ。里の掟17条、仲間とは相争うべからず。歌劇団は都市を、そこに住む人々を守る力です。それがただの破壊の力になるなら私は。落ち着いてくれみんな。俺たちの状況そのものはそれほど変わっていない。敗北したら解散、つまり優勝するしかないんだ。そういうことじゃねえだろ。本気の戦いってのがおかしいって言ってんだ。競うのではなく戦うことで強さを決める。本来の歌劇団の姿とはあまりにかけ離れています。戦う意味はあると思うけどな。歌劇団はコウマと戦うための組織なんだから。おいおい、まさか戦うのが正しいと思ってんのか。本当は分かってるはずよね、キャプテン。それはお互いが戦う理由にはならないの。それはそうなんだが、歌劇団同士を戦わせ世界統一歌劇団を作るか。世界中の歌劇団は一つになるのかな。それは素晴らしいことではあるが、そのために仲間同士で本気で戦うなんてやっぱりおかしいです。神崎支配人はどう思われます。わかりませんわ。今はまだ情報が少なすぎるけれど、わからないことをあれこれ言っても始まりませんわ。今は目の前の戦いに集中しましょう。どんな状況でも私たちは勝つしかないのですから。どなた？
スミレさん、ちょっと質問が。何かしら、神山くん。二度作戦に参加した過激団の隊員はゲントに共に封印されてしまったと。失礼ながら、どうしてスミレさんはテートに。あの時、私の霊力はもう尽きかけていましたの。要するに使い物にならなかった、そういうことですわね。それは、本当に良かったです。スミレさんがテートに残っていてくれて。よかった？どうしてですの？だってスミレさんがいてくれたから、帝国歌劇団はまだここにあるんですし、スミレさんがいてくれるから、みんながまた平和な帝都に戻ってこられるんじゃないですか。あの方と同じようなことを言いますのね。え？何でもありませんわ。それより神山くん、歌劇団体制しっかりね。はい。
あら、キャプテン。今度は私の稽古を見に来たの？そんなところかな。相手がいた方がいいなら稽古に付き合うよ。助かるわ。それじゃあお願いしようかしら。私の演技に合わせて決まったセリフを言ってちょうだい。焦らず、力まず、自然体でいいわ。さあ、それじゃあ始めるわよ。あら、珍しい。あなたが私の部屋に来るなんて。雨でも降るんじゃないのかしら。それはひどいな。君の部屋に行かないのは、二人で会うのがいつも公園だからだろう。だってあなた、散歩と私の膝枕が大好きなんだもの。ご希望を叶えるには公園しかないでしょ。でも今日は違うよね。もしかしてベッドの上での膝枕をご希望かしら。今のはなかなか良かったわ。この場面なら今ぐらいの声の大きさが正解。センスあるわよ、キャプテン。それで今日は何の用なの？いいこと？悪いこと？ちゃんと言って。俺と結婚してくれ。俺とずっと一緒にいてほしいんだ。家と子供も一緒じゃダメかしら。それに年に一回の旅行も。頑張ってね、私の愛しい人。これはこれでありだけど、でも普通ね。もうちょっと盛り上げたいところだわ。想像以上に難しかったよ。アナスタシアの凄さが身に染みて分かったよ。あなたも筋は悪くなかったから、練習すればものになるかもしれないわね。本当かい？お世辞でも嬉しいな。ただあなたは発声や演技よりも本物の恋愛の練習をした方がいいのかも。よかったらそれも私が付き合ってあげましょうか。
いらっしゃい。調子はどうや？それを買うてくれるんか？毎度あり。またよろしく頼むで。
お、誰かの声が聞こえたような。これは浴室からか。お兄さん、聞こえますか？これはクラリスの声。風呂にいるのはクラリスか。って落ち着いてる場合か。まずい、疲れる前に早く出ないと。ダメです、離れないで。こっちに来てください。今なんて？恐れることはありません。こっちに来てください。それとも嫌ですか？これは誘われているのか。ということは、ダメだ、体が勝手に。荒れ狂う湖よ、静まって。贖いは私たちの命で。違うかな。湖よ、荒れ狂う湖よ、静まりたまえ。贖いは私たちの命で。やっぱりこっちの。え、クラリス、もしかして演技の練習？神山さん、何をしてるんですか？いや、その、いい演技だったよクラリス、本当に最高だ。でもさらに最高の演技にするために、俺も一肌脱いで。その必要はありませんクラリス。神山さんなんて地獄に落ちればいい。地獄に落としてあげます。
ージの十魔道で。ごめん、本当にごめん、悪かった、クラリス。本当にもう信じられません、こんなこと。ごめん、その許してくれるかな。知りません。怒ってる。まあそりゃそうだよな。帝都にあのようなものの侵入を許すとは、ミズ S、 どういうことかね。お飾りに過ぎんとはいえ、仮にも帝都を守る帝国歌劇団、このような帝たらく一体何をしているのか。やはり荷が重いのだよ。歌劇団というシステムに限界が来ているのだ。ミズ S、 帝国歌劇団にゲントは任せられない。経験はどこにある。さあ、存じ上げませんわ。私はもう現役を退いておりますもの。政権が使われたあの作戦、ニト作戦にも参加していませんでしたから。ニト作戦は確かに成功した。かろうじてだが、コーマ王の封印に成功したのだ。だが覚えているはずだ、犠牲はあまりにも大きかった。今やかつてのような強大な歌劇団はない。残された力ではコーマどもに対抗できんのだ。我々は力を結集する必要がある。世界中に散らばったバラバラの歌劇団ではなく、一つの強大な力を持った歌劇団にする。世界統一歌劇団構想。そうだ、統一された世界歌劇団、それこそが我がウルフの使命。今回の歌劇団大戦でその候補を選定する。実力、そう、純粋な戦闘力で優劣を決め、最後に勝ったチームを中核とし、かつてない力を持った歌劇団、ウルフ歌劇団を立ち上げる。そして帝権はウルフ歌劇団が守るのだ。それでこそ世界は守られる。仮に歌劇団を統合したとして、都市防衛構想はどうされるおつもりですか。守るだけでは何も解決しない。ウルフ歌劇団の総力をもって一挙に敵本拠地に攻め込み殲滅する。そのための歌劇団だよ。最強の歌劇団がコーマどもを滅ぼす。それで万事は解決する。
とうとう一回戦の日になっちゃいました。本気の戦いか。相手は誰になるんでしょう。よっ、どうしたどうした、しけた面してんじゃねえか。そんなんで過激団対戦をどう戦おうってんだ。シャオロンさん、ユイさん、ま、お前たちがどう頑張ったところで初戦敗北はもう決まったけどな。何ですかそれ、どういうことですか。過激団対戦一回戦の相手はあんたたちに決まった。なんだよ、いきなり上海と戦うのかよ。よりにもよって残酷です。そうか、所詮は上海歌劇団が相手か。なら正々堂々戦おう。お、かかってこい。いいですね、男の人たちって。隊長もシャオロンさんも本当に戦う気なんですか。おいおい、どうしたってんだよお前たち。いつもの威勢はどこ行きやがった。なんか悪いもんでも食ったのか。なんならチャーハン作ってやるぜ。そういうんじゃないって。けどシャオロンさんは平気なんですか。私たち同じ歌劇団なのに。同じじゃねえよ、俺たちは強い歌劇団、お前たちは弱い歌劇団だろ。あんたの守りたいものは何、さくら。私の守りたいもの、覚えてるよ。私は動かない後部の中でそれでも決して諦めないと叫んでいたね。自分の夢を諦めないと。それなのにあんたは今ここで諦めるつもりなの。答えて、さくら。あんたは夢を諦めるの？いいえ、諦めません。私は絶対諦めません。なら私たちと戦って、どんなに辛くても私たちと戦うの。あんたの立ち向かう勇気をもう一度私に見せて。ユイさん、わかりました。私ユイさんと戦います、全力で。助かったよ。何、最初から負けてるやつと戦っても楽しくもなんともねえからな。けどこれで面白くなりそうだぜ。よし、よく聞け帝国歌劇団、お前らの相手こそアジアの竜、我ら上海歌劇団だ。全身全霊で来い、瞬きする間にほふってやる。
いよいよ過激団大戦の初戦ですわね。みんな頑張ってちょうだい。過激団大戦は3対3での戦いとなります。途中での選手交代も認められません。選抜した3人で最後まで決着をつけろということか。加えて隊長には出撃義務がありますので、一番選手は神山さんということになりますね。ということはあと2人か。選手を選んだら私に声をかけてください。私の方で登録手続きをします。上海歌劇団に勝利するための出撃選手、誰を選ぶべきか。これは難問だぞ。桜を選手に。本当ですか？私頑張ります。私を選ぶのかしら。アナスタシアを選手。分かったわ。全力を尽くしましょう。2番選手に天宮さくらさん、3番選手にアナスタシア・パルマさん、このお二人でよろしいですか？では神山隊長を加え3名で選手登録をします。わかりました。よろしくお願いします。いよいよ勝負の時よ。神山君、出撃命令を。はっ。今回出撃する隊員は俺を含めて3名。出撃する隊員はその力で、待機する隊員はその思いで戦ってくれ。戦うのは3名だが、全員の絆で勝つぞ。当たり前よ。私たちは6人で花組ですから。戦いも応援も手は抜かない。思いは一つ、それが花組の力よ。私たちの絆で奇跡を見せてやりましょう。よし、行くぞ。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解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 。戦場の主役はこの私。みんな、行くぞ。帝国歌劇団参上。参上。
界歌劇団大戦第1回戦は上海歌劇団と新生帝国歌劇団の戦いです。果たして帝国歌劇団に勝ち目はあるのか。さあまずは簡単にルールの説明をいたしましょう。なるほど、相手より早くできるだけ多くの敵を倒せということか。はい、ただ倒し方や敵を選んで戦う必要があるので注意してください。上海歌劇団、戦いの幕開けだ。竜の力を見せてやれ。帝国歌劇団出撃。倒すぞ上海の竜を。さあ皆様準備はよろしいでしょうか。上海歌劇団対帝国歌劇団、いよいよ試合開始です。遅い、駆け抜ける。ご覧ください、競技場には立体投影されたからくり兵が多数出現。あの敵立体投影なんですね。本物みたいに見えます。本物じゃないからといって油断するな。いつも通り全力で戦うんだ。了解よ、観客を驚かせてやりましょう。敵を撃破。ヒントもらったぞ。見事やで神山さん。いけいけ、みんな頑張ってや。一定時間で消えるみたいや。神山さん、敵が消える前に倒すんや。皆さん頑張ってください。大丈夫、無理そうだ。駆け抜ける。はい。敵が出現した場所は遠くからも分かるようになっています。出現場所をよく確認して移動してください。上海歌劇団の機体がいるな。ここで敵を倒してポイントを稼ぐつもりか。よし、まさか俺たちが押されている。よし、このまま押し切るぞ。手を緩めるな。了解。ここで一気にポイントを稼ぐぞ。だがやらせはしない。同時に出現することもあるのか。しまった、別のところに現れたようだ。急いで移動するぞ。人を両断。行くぞ。闇を切り裂く神速の刃。
ここまで攻めてくるとはいい度胸じゃねえか。試合時間が残り少ない。効率が高くてポイントを稼げ。大型の敵が出現。倒してポイントを獲得しましょう。ああ、みんなで協力。本気で私たちに勝つつもり？それ気に入らないんだから。みんな頑張ってちょうだい。負けたら承知しませんわよ。闇を切り裂く迅速の刃。敵を撃破しました。1セット取ったぞ。この調子で次も勝つ。調子に乗るなよ。最後に勝つのは俺たち上海歌劇団だ。さあ、注目の第2セットが開始されました。第1セットの結果を両チームはどう見るのか、今後の展開がとても楽しみです。大丈夫か？
闇を沈める神速の刃、この通りな。第2セット終了。勝者帝国歌劇団。これは驚きました。帝国歌劇団予想を裏切る大健闘。勝った、本当に勝ったのか。神山さん、やりました。私たちの勝利です。やったわね、キャプテン。私たちの勝利よ。負けたのか。俺たち上海歌劇団が。どうしてよ。なんで帝国歌劇団がこんなに。できたばかりの歌劇団なのに、私たちに守られてばかりだったのに。そうだ、俺たちはまだ歩き始めたばかりだ。だけど自分の歌劇団を大切に思う気持ちは誰にも、君たちにも負けない。うるさい、うるさい、うるさい。私たちは負けない。負けるのはそっちだ。その闘志見事。私は上海歌劇団の思いに応えたい。思いに応える、どういうことだ。立っている者がいる限り戦いは終わらない。実戦とはそういうことだ。歌劇団の直接対決をもって勝敗を決する。それが私の決定だ。何を言い出すんだ。上海歌劇団と戦うだと。プレジデント G の驚くべき決定ですが、確かにこのまま終わるには惜しい勝負です。誰もが見たかった直接対決、上海歌劇団と帝国歌劇団、どちらが強いのか。相手を全て倒した者が勝利。今禁断の戦いが幕を開けます。あんな奴に助けられるとかっこいいぜ。マリーナ、俺はチャンスを逃すような男じゃねえ。戦おうぜ神山清十郎。こちらから倒れるまで上海をかける五層の竜、その方向に震える時だ。はい、生きれるか。なくなりかけた歌劇団のくせにもう立ち上がってくるんじゃねえ。生徒だって私たちが守ってたんだ。今頃何しに来たんだ。帝国歌劇団、今まで生徒を守ってくれ本当に感謝する。帝国歌劇団の花組は不滅だ。俺たちは蘇る、帝都の平和を守るために。なんだと、俺たちが土をつけられた。帝国歌劇団。歌劇団が負ける。嘘だよ、こんなの嘘だよ。
なんということでしょう。まさに大番狂わせです。上海歌劇団は立てません、動けません。歌劇団大戦初戦を制したのは帝国歌劇団です。強いんです。勝った勝ったんですよね、私たち。ああ、信じられねえ。私たちがシャオロンさんやユイさんに。みんな頑張ったわね。いい勝負だった、シャオロン。強くなったな、お前ら。まさか俺たちが負けるとはよ。負けちゃった、負けちゃったよ。私たちの居場所なくなっちゃった。ユイさん、すまない。こうなると分かっていながら、私たちが上海もテートも守るはずだったのに、守りたかったのに、もう誰も守れない。上海歌劇団がなくなったら何も守れないよ。やめろユイ。お互いが大切なものを守ろうとした結果だ。分かってるよ、そんなの分かってる。でも ユイさん、辛いよね、苦しいよね。ユイさんの守りたかったものは私が守るから。ユイさんの思いはちゃんと私の中にあるから、だから一緒に守ろう、一緒に。ありがとう、私たちのために泣いてくれて。帝国歌劇団絶対に守ってね、絶対に優勝してね。うん、約束する。絶対に、絶対に優勝してみせる。こいつは絶対に負けられなくなったな。行くぞユイ。じゃあな、帝国歌劇団、あとは頼んだぜ。報告は聞いたな。どうやら帝国歌劇団の中に高前の内通者がいるようだ。ミスターアイ、君に頼めるかな。かしこまりました、プレジデント G。 手段は選びませんが、よろしいですね。お待たせ、やっとアザミの出番。でもアザミは忍者としてはまだまだ力不足。そのせいで隊長が、やっぱり私じゃみんなを守れないのかな。次回新桜大戦、画面の下、大正桜にロマンの嵐。アザミは本物の忍者になれる？